今日はですね、あの下北沢のデザートスノーさんの何軒かある中の、3軒を、訪ねたいと思います。あの古着フェスでお世話になった鈴木道夫さんところのデザートスノー、皆さんお付き合いください。ありがとうございます。よろしくです。あ、どうも、はじめまして。はじめまして。今日お世話になります。デザートスノーのトシさんです。はい、トシです。はい、よろしくお願いします。今日何軒かあるうちのね、3軒もあります。はい、はい、まずここのと、ここはデザートスノーガーデンデンと言いまして、結構年齢層が高い方も、ちょっとこう昔から古着が好きな方も少し嬉しくなるような古き良きアイテムを。古き良きアイテム。はい。あの僕なんかがちょうど、そうですね。もう80年代、90年代の原宿を知ってる方とかであれば嬉しくなるかなと思います。あ、じゃあぜひぜひちょっと、はい、見せてください。よろしくお願いします。どうぞ。はい。この辺とかからもう奥は結構ヴィンテージのアイテムを取り揃えていまして。どういうの？あ、これね、はい、これペーデ好きだよ俺、これも持ってるわ。あ、結構するんだね、77,000円。これ何のやつだっけ、このカバオールって。それは、でなかったっけ。はい、あのアメリカ陸軍の1940年代のカバオールです。ね、はい。あ、結構いっぱいあるんですね。スウェーデン軍の形でこうあったんですけど、それがレザーでこう作られてるモデルになります。で、こっちがあれ、バブアル。バブス。はい。いっぱい品揃えありますね。あ、はい、このそうだ、あ、これ好きなんだな、このライナーシリーズ。結構ライナーシリーズもいっぱいあります。これかっこいいね。これ80年代だ。そうですね。ね、はい。珍しいテイラード型です、ね。テイラードですわ。はい。ギブだよ。これなかなかないね。絵もなんかね、なんとも言えないね。これも年代、70年代か80年代でしょ。70年代ですね。70年代でしょ、はい。結構こういうの俺好きで買ってた。はい、なかなか着る機会ないんだよね。あこれもちょっとこれ難易度高いよ。難易度高いジャケットだよね。はい、プロのやつもあるんだね。プロもある。これって何のやつでしたっけ。これもアメリカの、あの海軍の、海軍のやつだ。はい、これ年代いくつくらいだろう。こちらは、90年代ぐらい、2000年の頭。あんまり見ないんじゃないの、カーツも。そうですね。ね、これいいじゃん。これが This is アメリカのショップと。ね、この辺ね、はい、大好きなシリーズ。これ珍しいじゃん。ね、はい、ショップコートっていうか何なんだろう。9800円安いよこれ。これなかなか見ないじゃんこれ。珍しいリバイスの。ね、これは色合いぴったりでしょ。そうでもないか。そう、評価なんてできないです。え、評価なんてできないです。ない、いいよ。なんかちゃんとさ、袖のとこ袖口リブ入ってから保温性バッチリだ、ね。そうですね。ね、はい。これあ、こういうナイロンのやつあったんだよね。はい、ね、はい、これこの襟。はい。70年代のこのさ、どこのやつなの。リバティウェルって聞いたことあるか。スキーウェアだこれ。ちゃんとさ、雪の結晶入ってるよ。柄は最高に可愛いね、これ。ね。これはセットケース、これ高いでしょ。はい、もう49,000円で。49,000円、そうだ、はい。これ何これ。これは韓国軍になります。韓国軍なんだ。はい。これもそう。そう、スウェーデン。スウェーデンはこの辺だ。はい、はい。このストライプとしては何だっけ。それはあの、本当に審判のやつ。審判のやつだよね。はい、ファイヤージャケット。うん、あ、そう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 。これ可愛いんだよ。ね。はい、ペーパージャケット好きなんだよな。これ、なんとも言えないよ、これ。ペーパージャケット。ちょっとこれ。ペーパージャケットいいよ、これ。うん、イルカちゃんだよ。これはリーズナブルです。2900円。あれ、センチュリー21じゃん、これ。不動産屋さん。ねえ、
センチュリー21じゃないのこれ、はい、センチュリー21ですよ、ね、それでは皆さん、デザートスノーさん2軒目は下北沢で一番最初にできた1号店です。1号店の売りは感度の高いレギュラーと言われるアイテムも含めヴィンテージも、はい、なのでその幅広く揃えています。入っていただいてこの辺とか、あとレジの中とかにもヴィンテージ商品が、あこれいいじゃん。やつですか、わいいよこれ。これいい夢見られるよ、これかわいいわ。ノットフォーセールですね。自分じゃないんだ。あれかわいいな、ね、これモヘアのセーター、これかわいいよね。これいいよ、これこのモヘアのなかなかいいよ、これこれかなり気に入ったな。だってこのタカかっこいいよ。あ、これよく見かける定番的なやつだよね。ハドソンスペイですね。そう、はい、そうそうそう。見かけなくなったか。もう今あまり見かけなくなりました。ね、でもこれかわいいよね、はい、これメンズのサイズはなかなかないんだよね。そうですね。お、これ頑張っていっぱい聞いてる。どうしたの？これもうそのままこう出てきたやつを。ああ、こういう人いるんだよね。はい、そうですね。ね、ほら、とりあえずすごく缶バッジの好きな人がさ、こうつけちゃうわけ。これなかなかね、思い入れがあるからね、この人もね。趣味嗜好というか、これどういう人だったの？うわあ、るね、すごいね、この色ハンティングジャケットが。やたらすごいよ、量が。これってさ、エルメスじゃないよね。エルメスではないね。ね、エルメで止まってるもん。このパチモノ感が最高ですよ、これ。これも人気なんじゃないの、これ。シスタジオすごく人気ありますね。これ人気あるでしょ。1万3000円だったら安いわ。これ。ね。結構これいいよ、これ。みんな。絶対好きなの出てくるもん。これは結構みんないいんじゃないの。ぜひ、1号店、お買い求めください。いやあるわ。それともこの辺いいやつあんだ。おお、いい感じじゃない。ね、だいたい大学のやつ多いよ、ね、そうですね。ね、はい、もうちょっと XX ラージだけど結構いい感じに詰まってます。いいよ、これ29,000円。まあこれが安いよね。そうですね。これいいじゃん。来てるね、これ。あ、これもいいじゃん。20年代のリーバイス。あ、リーバイスじゃん。はい。わー、この人もすごい頑張ってきたね。はい。ここ何回もステッチかけて修理してんね。これいいじゃん。ボタンがいいです。これいい。よかった。いいもん見しまった。ありがとうございます。これかわいいよ。D のアウターウェア。かわいいね、これ。プリントだ。プリントでこんなの作ってたんだ。結構昔なの。何十年代。かわいいっす。ここは？はい。デザートスノーの下北沢3号店になります。下北沢のお店ではちょっと1店舗しかないんですが、ハイブランド系のバッグを取り揃えているお店になります。じゃあ中入ってみますか。はい、ここにも地図に目が引くものがあります。ここは若干若いとか、ちょっとこう若年層向けなものも、はい、こういったあ、こういうの揃えてるってわけか。
です。レディースが多いね。レディース、ブランド物はレディースが多いですね。カバン、ね、カバンのメンズの方も大きいサイズのものは結構買ってってくれて。サングラスもあるんだ。サングラスもございます。今ちょっと減っちゃったんですけど。レイバンのやつもね。そうですね。こういうティファニーとか結構いるんじゃないですか。そうですね。プレゼント用とかでお買い上げいただけたりする。どれぐらい安くなってるんだろう。結構安いです、ね、結構安い、はい、こういうとこさ結構人気です。そうです ね。これも、あ、上にもあるわ。やっぱモノグラムは人気です、ね、1キュッパ。あ、求めやすいです ね。 そうですね。これがあって、そしてあとは結構こう若者に人気な商品を結構特化してやっており置いてます。バッグだ。ゴミヒルフィガー。これも80年代か90年代かな。90年代です。90年代ぐらいですね。はい。アメリカ軍のトレーニングジャケットがこれだ。ずいぶんこれ量あるね。あの、これもそう？このフィニッシュ。アメリカ軍の装備になるやつですね。そうだ。レベル3って言われてる。ああ、そうなんだ。その上にゴアテックスのパーカーとかを着る防寒着になります。今年すごいよね。そうですね、今年すごく人気が人気あった。はい、カテゴリー的にはゴアジャケット。そうですね、ゴアジャケットです。ゴアジャケット、はい、こういうのね。もう本当にオフショルダーでこう流行ってた時期のものですね。あの肩が、肩はあるんですよね。無理言って3名付き合ってもらいました。これからもなんか出店計画ってあるんですか？2月10日に2月10日渋谷。渋谷、はい。2月10日に渋谷の店はどんなコンセプトなんですか？旗艦店というふうにもう打ちまして。旗艦店、はい、っていうのはグレードの高い商品。古いの中でグレードの高い高い商品も置かせていただきます、うん。あとはブランドバッグもまたそちらでも取り扱いをさせていただくという感じで。際立ったものも入って、そうです、ギュッと集める感じ。ギュッと集めて、はい。渋谷のどの辺なんですか？もともとフランフランがあったお店と、はい、そうなんだ、はい。2月10日、デザートスの渋谷店がオープンしますんで、皆さんぜひ下北から渋谷に足を向けて。よろしくお願いします、はい。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日はデザートスノーさんの何軒かあるうちの下北沢の3店巡りました。チャンネル登録、いいねと、コメントをよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもー。